喋る余裕がないよ。何なんだろうな。でもあの1年前に会ったことも知ってる人がみんなに復讐してやろうと思ってやってるってことなのかな。そうなるとサムは、あ、サムも参加してたんだっけ。みんな参加してるのかな、このさっきの1年前のって。あ、くそ、これを見て。誰か引きずられてる。サムのかも。いや、サムは助かった。開けられるか試してみろ。開いたけど、くそ、めちゃくちゃ重い。あ、挟まんない。通るなら今のうちだ。あんまり長くは。早く通って。向こうにサムがいた。本当にいたのか。サムじゃない、サムじゃない気がする。いや、誰かが怪我しているのだけは間違いないな。手遅れになる前に行こう。クリスについていく。クリスについていこうか。そう、そうだね、行こう。ああ、やれやれ、潰されるかと思ったよ。行こう。とりあえず2人死ぬ可能性もしかしたらなくはないから見よう。一緒に。アシェルはハサミを拾った。寛容はすごく上がってるけど誠実はすごく下がるの。なんか私がやると誠実がすごい下がるのは何なんだ。あー、なんかこれ爆発スイッチとかで2人とも閉じ込められて爆発するとかそんなオチじゃありませんように。意味わかんない。こんなに寒いのもっと冷やしたいなんてありえない。スタイカなんか入れてるの全くわからない。本当にね、冷やす機械なのこれね。こっちに殺人鬼って、また豚さんがかわいそうな目に遭ってる。そんなに豚のを腐らせないように冷やしてるってことかな。なんかさ、こっち巡り巡って殺人鬼に会いそう。え、サム、サムの声今のは。え、殺人鬼の姿確認してないから。なんか殺人鬼いたのに気づかなくて死にましたとかないよね。やだやだ、行きたくない。こっち、え、こっちは、あ、こっち一回開ける。あ、開いちゃった、開いちゃった、開いちゃった。ちょっと待って。あ、クリス、あ、そんな。何、おい、誰？サム？サムじゃない、サムじゃない、こんなじゃない。え、もう怖いよ。動かすよ。違う、 R に押せって書いてあるのか。押しますよ。サム、サムじゃないって。わかんない。マネキンだ。うん、見ればわかる。なんでサムの格好を。わかんないよ。サムの格好、サムの格好させてどうするんだ。わかんない、頭が変になりそう。サムはどこに。こんなのおかしい、絶対おかしい。あ、後ろ、どうしよう、あれ、あの、ハサミ持ってる、ハサミ持ってる、あなたハサミ持ってる。離れて、私に近づかないで。ハサミ使って。よし、ダメだ、そんなことではダメだ。学習しろ。学習するんだ。ああ、頭がボロする。捕まってるよ。二人とも捕まってる。ああ、くそ。なんなんだよ、アシリー。アシリてるの。ひどいな、何をされたんだ。殴られたね。た、あー、かわいそう。やつを見つけたらぶっ殺してやる。その前に殺されないで。あ、なんでこの、これなんかさ、こいつが女子を殺したの。なんなの、いや、この人殺し野郎、怪物だ。私たち絶対殺される。あ、諦めないで。私まだ死にたくない。誰も死んだりしないで。頑張るから。
言っとけばよかった。何を？こんなのフェアじゃない。あ、今よ。もう遅いよ、今さら言ってどうする。いいからほら言って。好きとか言うの？いつも曖昧にしてたけど、でもそれも全部無駄になっちゃうんだよ。無駄になんかならない。何、愛の告白とかするの？どういうこと？君と一緒にいられたことが僕にとっての一番の幸せだった。もうやだ、こんな時には。何言ってるのクリス。ごめん、もっと早く伝えてれば。クリス、アシリ、ここから出られたら。あ、死亡フラグみたいなことするよ。助けて、絶対助けて。死なせてたまるか。どうしたらいいの？あ、なあ、かわいいモルモットの諸君。大丈夫さ。ああ、怖いかい、アシリ。お楽しみはこれからだ。今日すでにクリスは一つ運命の選択をした。そして今新たな決断をする。クリス、目の前にある銃を取ってアシュリーを撃ち殺すか、自分を撃ち捕まえ残った方が生き延びる。選ぶのは君だ。バカはよすんだ、クリス。もうどうしたらいいの？やれやれ、ダメダメダメ、違う、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない、違う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 、撃つのめ撃つのめ、違う、視界を見回そうと思っただけ。ダメダメ、絶対撃つのめ。クリス、嘘でしょ。撃てない撃てない、どっちも。え、よっしゃ、やれやれやれ、撃てないよ。少女、誰とも死ぬのかな。やれやれ、どっちも選択したくない。ごめん、ダメダメ、やれ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 、ごめん、やだ、もう本当にどっちもやりたくない。私と思われてた別の人？刺されてる。君はおかしい、手に負えないほどな。あの子たちに一体何をしたんだ？一体何をしたというんだ、このバカな愚か者。私じゃない人に言ってるんだね。死亡シーン見てないからいいけど。ねえ、ちょっとみんな。おい、サム。はっ、はっ、サム。クリス、選ぶのは君だ。よし、分かった、助けられるってことだ。意味には分かんないけど、待って、教えてますか。可能性がある。確実に死んだのはマットとジェスとジョッシュ。サムロッチに入りました。わ、膝どうしたの。あ、こうか、蹴れる、頑張れ、頑張れ。膝痛そうだね。転んだんだ。大丈夫？え、ずっとその格好なの？服をどっかで見つけられないのかな？お、なんか誰かから覗かれてるみたいな視線になってね。あ、で、あ、なにこれ？地図？なんか。何これ、何
ピグブラッド？ピグブラッド？豚の血？嘘ってこと？え、でも死んだもんな。なになに？もうやだー、本当に。これは何？手紙？ダンボール？お？バインダー？手がかりを報告。ジョッシュ・ワシントン。最終診断結果。2014年5月21日、極秘。ヒル医師。ジェレミー・ハリス、MD ホエールポイント医療所、家族の引っ越しに伴い2007年4月2日に紹介。引っ越しに伴い紹介。治療法にする意見の、そういう。薬の副作用で患者の容態が悪化したため紹介。サウスウェスタン精神科、自殺の兆候を見られたため紹介。え？ジョッシュが？頭痛や吐き気を伴う激しい副作用を伴ったため患者は処方薬の変更要求。効果なし報告。患者によると状態がむしろ悪化したとのこと。患者自ら通常より強い服用量で処方し始める。服用量 30mg1 日2回、2週間後に1日3回に増量。万が一患者が下記のような症状を訴えた場合は至急医師に相談すること。低血圧、視覚障害、めまい、不眠症、嘔吐、下痢、筋肉の痙攣、肝臓障害、退薬後吐き気、不眠症、悪夢、興奮、幻覚、妄想症、攻撃性の増加、言語障害、運動失調、緊張病、発作。患者は昨年困惑した状態で診察に現れた。妹たちの失踪に伴う深刻な通状態であると見られた。患者は我々の管理下においた ECT を考えた。患者の処方履歴と副作用を考慮し、その選択肢は排除された。精神分析などを試みた改善は見られなかった。新しい処方薬を試す必要があった。患者は MAOI に移行、 SSRI および SNRI の効果がなかったための処置である。最初はフェネルジン 60mg を投与。症状を和らげるため通常より高い量を処方。オーシャンビュー病院。ジョッシュはやっぱ、まあそりゃ妹たちが死んだら病まないわけないけど、病んで心がめいて病院に行ったっていうことでいいのかな。あ、こっちから来たんだね。今ちょっとショッキングなことすぎてどっから来たか分かんなくなっちゃった。こっちはなんかあるね。何これ。あ、携帯。メッセージ、ドクターヒル。やあジョッシュ、アランだ。テキストメッセージではあるが重要な件なので連絡した。メールを見たら君の計画がいい方向に行くとは思えない。すぐに中止して会いに来てくれないか。ヒル頼む、電話に出てくれ。君のことが心配だ。ジョッシュほっといてくれ。ヒル、まだ薬は飲んでいるのかい。心配ない。治療の途中で薬をやめるのはとても危険なんだ。ジョッシュすぐに電話して予約を取っておくくれ。お願いだ。ジョッシュ、ジョッシュ頼む、答えてくれ。ん、ジョッシュは精神的におかしい状態で薬をやめました。やめてドクターヒル。ん、あのおじいさんかな。おじいさん、ドクターヒルってあのおじいさんだよね多分。あのいつも話してる、あのちょっと情緒不安定に感じるおじいさんかな。こっち、なんかジョッシュも黒幕的な感じなのかな。ボード、ネバーフォーゲット。マジ不気味。妹たちの写真ってことだよね。二人に丸ついてリボンとブレスレット。二人が大好きってこと。ジョッシュがこう来てる感じあるよね。でもジョッシュは死んだでしょ。どういう状況なの今。あー怖い、アングルがすごい不気味。ジョッシュが出てきたりするしたりするのかな。いやでもジョッシュはどうなってるんだろう。え、これさっきさ逃げてきた場所。あ、誰かいる。あ、めっちゃ監視されてるじゃん。行った。え、こっちから回ってきたりしないよね。
え、どっから来たの？こっち行くと危ない？でもなんか見ときたい。これは？ようこそ。諸君の参加を感謝する。今夜はちょっとした実験を行おうと思う。いや、子供たちよ。いや、違うな。いや、旅人よ。信じられない。これ誰の声？今のジョッシュの声じゃなかった？違う？ね？ジョッシュは悪役なの？何なの一体？え、勘違いなだけ私の。ここ開く？開きそうだな。開かない。もうドアいっぱいあるの怖い。こっちも開きそうだな。開いた。そっちにそうじゃない殺人鬼。こっち行く先。ちなみにこっちは開く？開かないのね。オッケー。状況が飲み込めないな全然。殺人鬼に鉢合わせたりしない？あ、なにこれ。はあ、あ、またビデオカメラだ。撮られてるなら切った方が良くない？映ったらやばそうとか思うんだけど。あ、なにこれ。え、なにこれ。あれ、これ誰の服？なにこれ。あ、これサムの服か。なんかタイツまで履かされてる。もうやだ。服取り返した方がよくない？取り返さない？服その格好で歩くよりよくない？もうタオル泥だらけ。マイク、そこで何してるの？そこに余裕かいた。マイク、会えてよかった。無事か。無事。ショックを受ける。ショックを受けようか。ごめんね、私のせいだ。マイク、どうしたのその指。ああ、これでもマジさ。何があったの？殺人鬼がこの山に潜んでるんだ。奴は俺たちを殺すつもりだ。マイク、あなたが言ってる男にさっき襲われた。ビデオも見せられた。ジョッシュが殺されてるところをね、すごく大きなノコギリで体を引き裂かれてた。なんてこった。何者だか知らないけど、彼はここに住んでいて、ハンナとベスに執着してるみたい。マジかよ。そういう意味なの？でもおかしいの。ジョッシュが殺されたあのイカれたマシンの設計図のようなものを見つけたんだけど、偽物だった。ダミー用だったの。サム、落ち着け。ジョッシュは死んでないのかも。やっぱそういうことなの？一体全体何が起きてるってんだ。ドアがある。開かないんだ。鍵を外せるか。探そう鍵。あれ、このバッグって誰のバッグ？警察にとってよかったのかな。いや、足も痛そう。マイク、まだいてくれてる？いる？マイク、待っててね、すぐ行くから。あ、なんか一人から誰かと遭遇するのすごい安心感ある。やっぱジョッシュ死んでないってことでいいの？ビッグブラッドみたいな感じで書いてあったもん。え、どっちの扉を開けるかみたいな。やば、こっちの方がマイクが近いよね。え、ちょっと怖いな。一回こっちを試しに開けてみよう。どっちも開きそうな気がする。あ、これ重たかった方か。ってことは開かないから、どっちにしろこっちで、こっち開けた瞬間いたりはしないよね、さすがに。あ、よかった。おい、会えた。あ、ひどい格好。いや、サムも。それはどうも。
何してるんだ。ほら、人殺しを撃退するのにタオル一枚ってわけにはいかないでしょ。ちょっと、マイク。おお、ああ、だな、悪い。え、見るとかできるの？もしかしてこの価格の感じ。あ、気が終わったのね。びっくりした。覗き見るっていうコマンド出るかと思った。これでよしっと、とっとと片付けよう。大賛成。お、なんか全然違う格好になった。今のは、あら、鳴き声。え、そういう状況と今リンクしてるの？あ、はぁ、あ、間に合う？いや、いやいや、来ないで！ああ、クリス。ああ、クリス、クリス、クリス。嘘だろ？空砲というものがあってね。知らないのか？後ろ気づいてないの？みんな揃ってる今。え？